皆さんこんにちは、松かなチャンネルの松本かなです。今日も一日一曲見に来てくださりありがとうございます。4月はちょっとね、童謡を多めに歌おうかなということで、今日も童謡ソングにチャレンジいたします。こちらの曲はですね、小鳥の歌という曲で、作が依田淳一さん、そして曲が芥川やすしさんという、こちらの曲にチャレンジしてみたいと思います。はい、これ調べていくうちにすごいなんか面白いことが分かったんです。この芥川やすしさんというのは芥川龍之介さんの三男ということで、すごいいろんな曲をね、童謡を書いていたり、校歌の曲を書いていたり、まあ、あと会社の世界の恋人という結構有名みたいですけど、どんな曲なんだろう。そしてなんとね、3回結婚していて、2回目の奥様がなんと草笛光子さんってね、あの女優の草笛光子さんということで、芥川やすしさんは63歳でお亡くなりに、ね、肺がんで亡くなって、まあね、草笛光子さん今89歳ということで、鳥の歌、ね、懐かしい可愛らしい曲なんですけれども、歌ってみたいと思います。聴いてください。ありがとうございました。松かなチャンネル登録、そしてグッドボタンよろしくお願いします。かわいいですね、このピッ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 チチチチチってね。そう、最近あの外でね、歌うこともね、あの桜の木の下で歌ってる時とか、本当にね、私が歌ってると一緒に小鳥もこうやって歌ってるんですよね。なんかこうやっぱり反応してるのかなっていうぐらい不思議なね、現象が起きて最後にお知らせです。松かな久しぶりにイベントに出演いたします。フリーライブ、5月の14日に行われます。友愛の森でね、行われます。オールドカーミーティングでね、毎年行われております。ナスヒステリックカーミーティングだ、オールドカーじゃないんだね、今ね、ヒステリックに変わった。ヒストリックカーミーティング、はい。こちら9時から14時のイベントです。9時からベタスタさんが一発目歌うんですね。そしてその次、松かなが9時45分から10時25分と歌いまして、稲葉さんとかね、いろんな方が出て、最後ショックですね。ショック13時半から2時まで、ね、ということで、歌あり車ありね、食べ物ありという楽しいイベントになっていますので、遊びに来ていただけたら嬉しいです。ね、ちょっと体調をね、ゆっくり戻していって元気に歌えるように頑張りたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは明日も元気に松かなチャンネルでお待ちください。